私はですね、今羽田空港国内線の第2ターミナルにおります、今回の旅はですね、国内の長崎に、行ってきたいと思います。これといって決まった目的はないので、ちょっとね、ゆっくりしながらしていきたいと思います。ゆっくりしていきたいと思います。朝なんでね、超眠いです。では早速チェックインから行ってきたいと思います。はよ、10分間までにもお泊まりください。皆様への入場券まずは車に乗って長崎ペンギン水族館へ。ここが本当に最高なんですよね。長崎ペンギン水族館、はい、チケット売り。割引になります。大人1枚520円、子供1枚300円。まず入ると見えてくるのがでかいペンギンの水槽。魚も結構います。はい、ではですね、ペンギンさんたちの姿、本日紹介しております。こちらの水槽に関するイメージの作り方。いやー、結局ペンギンってお尻がいいですよね。皆様よろしかったらペンギンさんたちの後ろ。かわいいな。決して大きいとは言えない水族館ですが、ペンギンはいっぱいいます。がっつり足を消毒してペンギンのケージの中へ。こんなにペンギンと近づけるの最高ですよね。2日目はなんと雨。帰るだけです。なんかローマ教皇だな。長崎空港がこんなになってるの初めてだ。到着後も入れますね。保安検査も外にあります。かなりすっきりしてて綺麗です。